The following video was edited from a previous live stream. Zeke streams on Twitch Tuesday through Saturdays. Link below. どうだった？うなかみの崖で手がかりになりそうなものは何か見つかったかい？何か君の力になれればいいんだけど。僕も君のことで何か分かったらすぐに知らせるよ。だから君はあの崖で手がかりになりそうなものを探してごらん。諦めちゃダメだ。それが行ってみたんですが、やっぱり何の手がかりもありませんでした。そうか、残念だったね。ちょっと待ってくれよ。そういえば、そうそう、思い出した。君は気を失っていた時、上ごとでしきりにお守りがどうのこうのって言ってたよ。どうだい、何か心当たりはあるかい？ I was waiting for that. お守り？お守りって言ってたんですか？そうだ、確かにそう言ってたよ。あの様子じゃよほど君にとって大切なことなんじゃないかな。もう一度崖に行ってみたらどうだい？今度こそ思い出すことがあるかもしれない。そうですね、行ってみます。 The guy talked to him about the talisman. Good.Go back to that cliff top. Hello, Yuri. Just a minute. What? 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 What?失礼ですが、こんなところで何をしているのかって思われちゃったかしら。私はここで人を待ってるだけ。結婚の約束をした恋人を待っているの。彼は町を出て行く時こう言ったわ。必ず成功してきっと迎えに来る。そして今年がその約束の年なの。そうですか。あら、私ったら見ず知らずの人にこんな話を。ごめんなさいね。私は藤宮由紀子と言います。あなたは？あ、すみません、僕は宇津木探偵事務所の者です。この辺りで起きた事件を調べています。少しお話を伺ってもいいでしょうか？ええ、構いませんけど、私でお役に立てるのでしょうか？あ、綾代ですって？あなた綾代の方なの？私が待っている人っていうのは
綾代和人っていう名前なのよ。 Yo, okay. の、綾代和人。あなた、和人を知っているの？あ、いえ、知りません。僕は綾代家の調査を依頼された探偵なんです。そうだったの。 Might have cock-blocked this dude. I might have cock-blocked this dude bad. 綾代家の事件のことはテレビで知りました。確かに和人と同じ名字ですけど。和人がその綾代家の人間なのかどうか彼から聞かされていないんです。Could be a coincidence, but in a murder mystery, when is it ever? そうなんですか。確かにここまでの調査で僕は綾代和人さんという名前を聞いたことはありません。そうなのね。あ、いくら呼んでもあの人は現れないの。でも私はいつまででも待つわ。Yeah, she's the murderer. And it's probably because Kazuto is dead. 差し支えなければ、カズトさんのことをもう少し詳しく教えていただけますか？私と同じ隣町に彼は母親と一緒に住んでいたわ。そしてお母さんが亡くなられた後、彼は法律家になると言って町を出たの。必ず成功して迎えに来ると私に言い残して。ユキコさん、お話ありがとうございました。 Yeah, thank you, Yukino. おお、お帰りなさいませ。本日はもう事務所にお戻りかと思っておりました。善三さん、綾代和人ってご存知ですか？どこでその名前を？あ、いえ、隠していたわけではないのですが、実は和人様というのは百合様の弟なんですよ。That's the fuck, Zenzo. 百合さんには弟が？はい、しかし菊様の本当のお子様ではないのです。旦那様は綾代家の席に入れて我が子として育てられました。この屋敷に住んでおられたんですか？はい、和人様とその母親は当時この屋敷の離れに住んでいらっしゃいました。ところが旦那様が亡くなられてからは菊様に疎まれてこの屋敷から出て行かれました。今頃どこでどうなさっておられることやら。和人様と百合様は本当に仲のいいご兄弟でした。家を出られる時も百合様は和人様が気がかりでしたでしょう。カズト様なら百合様の居所をご存知かもしれませんね。お守り？はて何のことでしょう。ち
ちょっと心当たりがございませんが。